夜のサウスゲートビルディング、アクティ大阪時代の外観サウスゲートビルディングは、大阪駅南側にある、駅ビル、超高層ビルである。大阪駅に直結している。正式名称は、大阪ターミナルビルで、大阪ターミナルビル株式会社がこれを管理、運営する。ノースゲートビルディングと共に巨大複合商業施設で、ある、大阪ステーションシティを構成している。 百貨店やシティホテルなどで構成される複合商業施設である。旧愛称はアクティ大阪。1980年代初頭、大阪駅の再開発、拡充工事に伴い、中央口南側に高さ122.3メートル、地上27階、地下4階、総合面積にして138,537平方メートルの巨大なビルを建設し、 1983年4月27日に開業した。同ビルには百貨店の大丸梅田店と JR 西日本ホテルズが運営するホテルグランビア大阪が出店。またレストラン街や最上階の展望フロア、クリニック、地下駐車場を併設し、一つの街という印象を持たせて建設されたという。その後、大阪ステーションシティを含む、 大阪駅開発プロジェクトの一環で、既存のビルの南側に隣接する形で、地上15階建て、高さ約70メートルのビルを増築し、2011年3月16日に開業、同時にビルの愛称をサウスゲートビルディングへ変更した。増築後には、各テナントの大丸の売り場面積は、増築前の面積約4万平方メートルの1.6倍に当たる。 約6万4千平方メートルに増床し、ポケモンセンターや東急ハンズ、ユニクロが出展し、既存部分を含めた大丸梅田店の全館、グランドオープンが2011年4月19日に行われた。新たに設置された、京城駅舎には3.46階から繋がり、南側には、南ゲート広場、15から17階には、太陽の広場が設けられた。また、合わせて、 既存部の16階以上の高層階でも一部で改装が行われている。16階のレストランフロア、カジュアルダイニングは2011年2月19日にうまいものプラザとしてリニューアル開業した。27階のスカイレストランと展望ロビーは同年2月28日で閉鎖され、翌2012年4月17日にホテルグランビア大阪のエグゼクティブフロアとしてオープンした。 サウスゲートビルディングの各テナント。サウスゲートビルディングの地下2階から15階に入居しており、増築部にも出店している。これにより、同店の売り場面積は約4万平方メートルから約6万4千平方メートルへと大幅に増少されている。J フロントリテイリングが進める新百貨店モデルの集大成となり、ポケモンセンター大阪、トミカショップのほか、東急ハンズや ユニクロなどの大型テナントも出展している。増築部は2011年3月2日の7階部分から順次開業し、同年3月16日に東急ハンズを除いた増勝部が全面開業、そして同年4月19日に東急ハンズを含む全館がグランドオープンした。サウスゲートビルディングの19から27階に入居している JR 西日本グループのシティホテルである。 アクティ大阪時代に存在した27階のアクティ大阪スカイレストラン展望ロビーは翌2012年4月17日に当ホテルのエグゼクティブフロアグランビアフロアとしてをオープンした。ありがとうございます。